8月27日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反落しています。続落しています。今日の全引けは54円60銭安の 38,000 飛び55円62銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 8.43 ポイント高、 JPX 日経平均 53.70 ポイント高と、この2つの指数はそれぞれ上昇です。算出まちまちの全引け値です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 75%、 1230銘柄、これに対して値下がりが約 23% の378銘柄、変わらずが約 2%、 37銘柄という構成です。値上がりが全体のほぼ4分の3を占めるということで、圧倒的に値上がりの方が多いという構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。算出の中では大型より中型、中型より小型の下落率が大きめ、特に小型株の上昇が目立つという展開で、東証スタンダード指数あるいはグロース指数、グロース250指数なども含めまして、小型株が上昇していると、小型株が堅調な地合いというのが一つ目立ちます。大型株は上げてはいますが、小幅な上昇にとどまっているという今日の状況、このあたりも反映しまして商いは少ない状況です。前引け段階東証プライム売買高6億7200万株余り、売買代金1兆5505億円、1兆5000億円台の売買代金で前引けとなりました。このペースで5番も推移すれば1日通して3兆円強という売買代金でとどまりそうで、かなり最近としても少ないというレベルであります。大型株は大きな値動きが少ない反面、小型株がしっかりということで、ある意味省エネ相場、少ない商いの中で逆に小型株が上昇してきているという試合でもあります。今日は朝方から売り注文先行、日経平均は下げる展開となりました。昨日のアメリカ26日のニューヨーク市場でハイテク株、特に半導体関連などが下落したという流れを引き継ぎまして、東京市場でも値傘の半導体関連株に売り注文が先行、日経平均の寄与度の大きい東京エレクトロンやアドバンテストなどが下げ、これらが日経平均を押し下げたと言ってもいい状況にあります。一方で外国為替市場におきましては、昨日は円高に触れて株価が輸出関連株中心に下げたという東京市場でありましたが、今日はやや逆の動きともなってまして、為替は円安ドル高気味で推移しています。これが輸出関連株、自動車株などの機械ですとか自動車など輸出関連株の一角をに買いを誘い、全体を支える形ともなっています。一方で為替の影響の少ない内需系主体の小型株あるいは新興市場の銘柄などは全体的に堅調な地合いが続いておりまして、このあたりは底堅いあるいは堅調な相場展開となっています。この中で個別にまず下げた銘柄から見てみますと、水産で国内トップのマルハニシロ1333が売られました。3営業日ぶりに反落の全引けとなっています。昨日の引け後に325万株余りの株式売り出しを実施するという発表がありました。金融機関8社が保有します株式の売り出しを行うということで、短期的な需給悪化が懸念されたという今日の前場の送りです。一方で買い注文が多くなりまして、ストップ高買い気配、値段がつかないままストップ高買い気配で引けましたのが FIG、 証券コード4392であります。この会社は物流やタクシー業界向けの無線管理システム、あるいは半導体関連の製造装置などを手掛けている会社です。昨日の引け後に子会社が先端ロジック半導体の国産化を目指しますラピダスが、北海道千歳市で建設中の半導体工場に自社開発の搬送ロボットを導入することが決まったと発表がありました。これが交換されて多くの買い注文を集めて、ストップ高買い気配で全引けとなっています。以上、今日全引けの前の東証アローズからお伝えしました。